前回は18世紀頃から広まった西洋の学問や19世紀に江戸で広がった化政文化について見ていきました。今回は18世紀後半頃からたびたび行われた外国船の接近と老中水野忠邦による天保の改革についてお話ししていきます。18世紀後半にヨーロッパやアメリカでは政治改革や産業の近代化が起こり大きく発展しました。そして続々とアジアへ進出していき、日本近海にも出没するようになりました。1792年にロシアのラクスマンが使節として蝦夷地の根室に来航しました。彼は漂流民の大黒屋幸太夫を送り届けた後、日本との通商交渉に臨みました。しかし当時の日本の貿易に関する交渉は長崎で行うことになっていたため、老中松平定信はこれを拒否しました。1804年にロシアのレザノフが長崎へ来航し、改めて通商交渉に臨みましたが、幕府はこれを断りました。幕府は北方への警戒を強め、蝦夷地や樺太の調査を開始しました。伊藤忠敬に蝦夷地を測量させたほか、間宮林蔵らに蝦夷地や樺太を探検させ調査を進めました。また1808年にイギリスの軍艦フェートン号がオランダ船を捕らえるために長崎港に侵入する事件が発生しました。この事件をフェートン号事件といい、外国船への警戒がさらに強まりました。たびたび接近してくる外国船を追い払うために、1825年に外国船打ち払い令を出し、砲撃で追い払う方針を取りました。1837年に漂流民を送り届けに来たアメリカ商船を砲撃し、蘭学者の渡辺崋山と高野長英がこれを批判。1839年に2人は処罰されました。これを蛮社の獄と言います。日本の危機は国外からだけでなく国内でも訪れました。1830年代に日本全土にわたる大規模な飢饉が発生しました。これを天保の飢饉といい、農村や都市だけでなく江戸や大阪にも被害が及びました。幕府が米を確保するために大阪町奉行などに米の買い占めを命じると、各地で反乱が起こりました。特に大阪町奉行所の元役人である大塩平八郎は、飢餓に苦しむ人々を救おうとしない幕府や豪商に大激怒し、弟子らと共に商人たちの家を襲いました。1837年に起きたこの反乱を大塩平八郎の乱といい、すぐに沈められましたが、これを機に各地で一揆や打ち壊しが急増しました。混乱が続き、幕府政治にも支障をきたすようになり、事態の収拾は急務の課題となりました。これに対処したのが老中の水野忠邦で、松平定信の官制の改革を手本に改革を進めました。贅沢を禁止する契約令や、江戸に出稼ぎに来ていた農民を農村に帰らせるなど、かつての官制の改革に倣った政策が出されたほか、物価の上昇の原因は株仲間による商品の独占にあると判断し、株仲間を解散させました。また江戸と大阪の周辺部を幕僚とする上知令を出しましたが、大名たちの強い反対により失敗しました。これら一連の改革は天保の改革といいます。1841年から始まったこの改革はわずか2年ほどで行き詰まり、改革は失敗した忠邦は老中を辞任させられました。この改革の失敗により人々の幕府への信用も大きく下がりました。幕府の政治がうまくいかず信用を失っている頃、一部の藩では藩政改革に成功し、政治的発言力を強めていました。薩摩藩や肥前藩、長州藩が改革に成功し、財政力と軍事力を強化させ、幕末の政治を動かす存在として成長していきます。今回の内容はここまでです。最後にまとめをして終了します。18世紀後半から力をつけたヨーロッパやアメリカがアジアへ進出していき、日本にも接近しました。幕府も警戒を強め、蝦夷地や樺太の調査、外国船打ち払い令の制定など国外の脅威への対応に追われました。そのような中で1830年代に天保の飢饉が起こり、幕府が米の買い占めを命じると各地で反乱が発生。大塩平八郎の乱は幕府にも衝撃を与え、一揆や打ち壊しも急増しました。こういった事態の収拾を図るために老中水野忠邦が天保の改革を実施しました。倹約令や農民の農村への機能株仲間の解散などを行いましたが、わずか2年ほどで行き詰まり失敗に終わりました。幕府の政治が行き詰まっている頃、薩摩藩や長州藩などでは藩政改革が進められ、財政力や軍事力を高めたこれらの藩がその後の政治を動かしていくようになります。